マレリ株式会社は日本の大手自動車部品メーカー。1938年創立。もともとは日産自動車との関係が非常に深い会社で、2005年1月に日産が同社の株式の第三者割当増資を引き受けたことで日産の連結子会社となった。2017年3月、日産は投資ファンドであるコールバーグクラビス。 ロバーツ参加の CK ホールディングス株式会社が実施した株式公開買付に保有全株式を応募。同年3月29日付で日産グループから離脱し、同年5月11日付で CK ホールディングス株式会社の完全子会社となった。2014年度 GT500 車両を1938年に日本ラジエーター製造株式会社として創立。 自動車用ラジエーターの分野では、日本ラジエーター株式会社の時代から高いシェアを誇り、当時は日ラの通称で親しまれていた。1988年にカルソニック株式会社と社名を変更した後、2000年に日産系の自動車部品メーカーである株式会社完成と合併し、カルソニック完成株式会社となった。2018年に、 フィアット・クライスラー・オートモービルズの自動車部品部門、マニエッティ・マレリを買収し、自動車サプライヤー売上高は世界第7位である。大手自動車部品会社として、グループ企業も有しており、2017年3月31日時点で34の子会社と、14の持ち分法適用関連会社がある。2019年10月に、現在の社名に変更。 全日本ツーリングカー選手権や全日本 GT 選手権スーパー GT において、レーサーの星野和義、並びに星野が社長、監督を務める星野インパルチームのスポンサーを長年にわたって務めており、星野インパルからはカルソニックカラーのレプリカマシンも複数発売されている。ありがとうございます。